こいい、こんなかっこいいヒゲキャップが出てくれるなんて嬉しすぎる。幸せだ。皆さんこんにちは、ジェイズホビーベースへようこそ。いやー、待ちましたよ。去年のね、1月の終わりぐらいに予約して、それから発売延期がたびたびあって、ついに先日家に届きました。ヒゲのアメリカンヒーローをご紹介しまーす。マフェックスアベンジャーズインフィニティウォーキャプテンアメリカでーす。イエーイ。この商品は5月22日に届きました。前作シビルウォーで自らの象徴であった盾をトニーに返却した後、ソコビア協定から逃れるため姿を隠していたキャプテンアメリカ。今回のマフェックス版はヒゲを蓄え、ワカンダ決戦で使用したビブラニウム製の新たな盾を揃えた姿をフィギュア化したものです。もうすでにかっこいいんだよね。早速パッケージ見ていこう。パッケージは以前にレビューしたマフェックスアベンジャーズインフィニティウォーソーと同じデザインだね。インフィニティウォーのロゴにマフェックスナンバー122番と、左には凛々しく立ってるキャップ、かっこいい。右側にはこれはプロキシマミッドナイトの槍を受け止めた時のキャップかな。横はこう盾を持って走るキャップ。後ろ、いや今回はね、造形がめちゃくちゃ良さそうなんだよね。コーバスグレイブの槍もついてると、このね食いしばり顔がついてるのが嬉しいね。反対、下と上、では開けていこう。どの命も重さは同じだ。ガーガー、おー、やばいよ、めっめっちゃ似てる。うーわ、すっごいなこれ。いや僕はね、何を隠そうこのヒゲキャップが一番個人的には好みなんでね、楽しみだな。後ろには台座がついていて、この槍はテープで止まってんのかな。この槍の作りも良さそうだね。めちゃくちゃ期待大です。じゃあブリスターから取り出してじっくり見ていこう。まずは造形を見ていこう。全体はこんな感じ。お顔はどうでしょうか。いやー、これはね、見てる方もわかると思うけど、めちゃくちゃ似てる。今まで僕が見てきたスティーブ・ロジャースキャプテンアメリカのフィギュアの中でも、もう一番と言っていいんじゃないかな。下手したらね、ホットトイズ以上に似てるかもしれないね。それぐらい神がかってるってことです。この眉間のシワがまたスティーブ・ロジャースって感じがしていいよね。そして目鼻立ちもはっきりしていて、口元もまあヒゲの造形もいいし、横顔も問題が一つも見当たらないぐらいかっこいいし、そして似てます。上から見ても髪のディテールも最高です。体はどうかな。中央の星のマークの造形はもちろん、その周りのこの傷のようなね、穴の開いた、ここも劇中再現度が完璧です。またベルトの色分け、そして金具のねシルバーの塗装なんかも細かく作り込まれています。横っ腹のラインのつながり具合なんかもうまくできてるね。色合いなんかも申し分ないです。たくましい腕も情報量が多いです。肩のプレートの色分けもいいですね。これはね、特に別パーツで可動とかはありませんね。その下の上腕の茶色だったり、腕にぴったりとついたこのシャツのシワの感じだったり、手首のグローブの造形も素晴らしいです。胸から背中につながっているベルトの造形、そして中央のモールドだったり、
ここのディテールも最高だね。腰回りのベルトは別パーツですが収まりはいいです。中央のバックルの造形、そしてサイドのポーチの造形、そして塗装ももう最高。下半身はスーツの太もものライン、そしてシワ、横にはこちらポケットがついていて造形もちゃんとあります。後ろもかっこいいね。足に履いているブーツも細かいディテールがあって、横の金具の部分はこれ細かく塗装が入っています。後ろはこう、足の裏も完璧です。さあ可動を見ていこう。頭部はよく動きます。左右はもちろん傾きも問題ありません。上下は下、素晴らしい。上、ここはちょっとかな。腰は左右のロールがあって、溝落ちの下でボールジョイントなのでグリグリ動きます。前に倒すとこんな感じ、素晴らしい。後ろはどうかな、やばいね。肩は引き出し可動があって、真横に上げるとここまで上がります。素晴らしい。下ろして前後もあるね。もちろん前後の回転も十分にあって、上腕でロールもあります。肘は二重関節でここまで、素晴らしい。手首もよく回るし、内側外側の可動も申し分なし。いや可動もほんとすごいな。さあ下半身はどうだろう。引き出し可動が上下にあって、真横に足を上げるとここまで。さあ開脚はこんな感じ。ももで左右のロールがあって、足を前に出すと太ももが大きいのでまっすぐ上げるとここまで、横に逃がせばまあ90度いくかな。膝を曲げると、綺麗にここまで行きます。足を後ろにやるにはアメリカのケツが邪魔してここまでかな。足首は上にはほとんどいかない、下はちょっとかな。つま先にも可動があってここまで上がります。左右の回転少し、内側外側はあんまり動かないかな。で嬉しいのがブーツと足の境目でロール可動がなんとついてるんです。これは接地性に貢献するよ。造形はさっきも言ったけど顔がめちゃくちゃ似てる。体全体で言ってもほぼ完璧ですね。可動は上半身めちゃくちゃいいです。下半身も動かないってわけじゃないんですが、まあね、重箱の隅つつくならばこの足首の可動はちょっと狭めなので、接地性はちょっと難ありかもしれないですね。まあ台座がついてるんでね、それを使って立たせれば問題ないでしょう。僕はねちょっと気になったのはこの溝落ちのボールジョイント、これがね若干緩いかな。ちょっとね体に手が当たるだけでね、この傾いちゃうのが、ちょっとここね保持力が心もとないかなと思ったところが、ちょっと遊びづらいかなと思いました。まあでもね、それ以上に全てが高水準で素晴らしい出来です。今度は付属品を見ていこう。まずは公開用のヘッドパーツ、食いしばり顔。もう今回はねいいねしか言えない。これまためちゃくちゃいいね。いや大きくここまで表情が変わっている2つの顔をつけてくれるってのが嬉しいです。しかも造形が素晴らしい。今回のこの顔もいいですね。交換すればチタウリ軍との激しい戦闘シーンのキャップも再現できます。そして今回は正常機の盾がないので、こちらビブラニウム製の両手にはめる型の盾、これもディテールと塗装が素晴らしいですね。先端はこのようになっています。でこれ素晴らしいのが裏側もしっかり造形があるんだよね。グリップのモールドだったり細かな塗装だったりと、こういうね一見見えないところをしっかり作ってるってのはねポイント高いよ。この盾は両手分揃っていて、
説明書がないんだけど、取り付ける際は先にハンドパーツを縦に付けた方がいいね。そして腕を通して差し込めば、はい。ほんとかっこいい。こんなかっこいいヒゲキャップが出てくれるなんて嬉しすぎる。幸せだ。この盾にはもう一つ先端が伸びた戦闘状態のバージョンがあります。先ほどの盾と並べるとね、先が全然違うよね。こういう細かな違いをしっかり再現してくれるってのは本当に嬉しいです。さあ、台座も使って戦闘シーンのキャップを再現してみたよ。顔の表情もいいし、盾の造形もいい、可動もよく動いてくれるので、こんな躍動感のある戦闘シーンも簡単に再現できます。いやー、ほんとこのフィギュア神ってる。お次はブラックオーダーの一人、プロキシマミッドナイトの槍ですね。ビジョン誘拐を阻止する際に彼女から奪って使っていましたね。全体はメタリックの塗装がされていて、先端は細かな造形が素晴らしいです。反対側も空洞の造形までしっかり作られていて、上の部分は劇中通りメタリックブルーの塗装が入っています。以前にレビューしたマーベルレジェンドサノスチルドレンのプロキシマミッドナイトの槍も並べてみましょう。大きさがね、マーベルレジェンドの方が大きいです。造形はね、どっちも細かく作られていて、どっちが正しいっていうのもうないよね。両方素晴らしいですね。投げられた槍を受け止めると、これも痺れる名シーンだね。もう一人のブラックオーダー、コーバスグレイブのこちらも槍、これも奪って戦っていました。全体はゴールドの塗装に、持ち手の部分がメタリックブルーの塗装で、とても綺麗です。刃の部分のディテールもめちゃくちゃ凝ってるね。もうね、芸術品みたいですね。こちらもマーベルレジェンドコーバスグレイブの槍と並べてみよう。大きさはね、マーベルレジェンドの方が若干大きいかな。でね、もう大きな違いが、刃の部分わかるかね。こちら側の刃の部分が全く逆になっていますね。作品を見て確認したんですが、今回は惜しい。マーベルレジェンド版の向きが正しいようです。両手に持たせて印象的だったこちらのシーンも再現できます。いやー、これもいいなー。最後は交換用のハンドパーツ。今回のマフェックス、なんとハンドパーツを固定しておく用のクリアパーツもついています。どこまで至れり尽くせりなの。左から指差し開き手、握り手多数と、これは両手分ありますからね、ご安心を。付属品はこんな感じ。最後はポージング。というわけでいかがでしたでしょうか。今回ご紹介しましたこちら、マフィックスアベンジャーズインフィニティウォーキャプテンアメリカ。はい、少なめに言っても神フィギュアでしたね。造形、塗装、可動と目につく場所はもちろん、欲しいと思える付属品や、そういった付属品の細かな作り込みとかね、かゆいところにもこだわりを感じる、もうすべてのキャプテンアメリカのフィギュアの中でも最高クラスの出来だと思います。もう一つ発売延期が続いているエンドゲーム版のキャプもうこれ楽しみになったね。久しぶりにもう一個欲しくなったフィギュアだな。皆さんもぜひ手に取って遊んでみてください。今回は超超最高でした。いつも動画を見てくれてありがとう。この動画が楽しかった、ためになったと思われた方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それからコメント何でもお待ちしております。
励みになります。ジェイズホビーベースの公式ツイッターもぜひご利用ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。